どうもこんにちは、ケノモヘさんと申します。普段はビートセイバーの動画を上げていることが多いのですが、今回はこちらのスワームという VR ゲームを紹介したいと思います。ゲームを開始するとチュートリアルが始まりますが、今回は割愛させていただきます。本作のコンセプトはスパイダーマンタスガンシューティング。ワイヤーでぶら下がりスイングしながら銃で敵を倒していきます。こんな感じで一目瞭然です。地面に落ちるとゲームオーバーなので、常にスイングを繰り返し空中にとどまりながら戦う必要があります。それへ。このスピード感とスイングのアクション、そして銃撃戦が組み合わさり、とても爽快です。病みつきになります。新しい敵やアイテムが現れるとこのように解説が入ります。説明しよう。ちなみに解説もチュートリアルも全部英語ですが、重要なところは図解付きで説明してくれるので、英語がわからなくてもなんとかなると思います。そう、この縦横無尽な感じがたまりません。大好き。スイング中にワイヤーを腕で引っ張ると張力によって挙動が変わります。この辺は言葉で説明が難しいので実際にやってもらうしかないのですが、感覚としてはゴムに近いです。ゴムゴムの VR。 こうしてうまいこと上空高く上がったり、敵の弾幕をスレスレで避けたりできるとすごい無双感。今敵にぶつかりました。こちらに十分なスピードがあれば体当たりで雑魚を蹴散らすこともできます。急ぎたいときは交互にぐいぐい引っ張ると速度アップです。新手の雑魚です。シールド持ちの高耐久型、壁役になって周囲の雑魚も守る厄介なやつです。撃ちまくってシールドを破壊するほか、海面に回り込むのも有効です。ステージ1の1をクリアしました。自分偉い。スローモーションのスキルが解禁されました。 X ボタンを押している間ゲージがなくなるまで、いわゆるバレットタイムになります。なくなったゲージはワイヤーでぶら下がっていると徐々に回復していくようです。本作はこの辺のバランスが絶妙で、対空して両手で打ち続けているとスキルに必要なゲージが回復せず、かといって常に片手ワイヤーでぶら下がっていると機動力不足になって被弾する、もしくは落ちるという塩梅です。格上っぽい敵が出てきました。追尾ミサイルを使う上、弱点をつかないと倒せないタイプです。頭上と両手上の3箇所の弱点を潰すことで本体にダメージがいくようになります。こいつが前編通して厄介なこともあって、私は上空高く上がって打ち下ろすプレイスタイルが好きです。VR ゲームの経験がある方はこんなに動いて読まないのかと思われるでしょうが、読まないです。4に関しては相当気を使って作られているようで、レビュー欄にも心配したが全然読まなかったという声が多数見られます。もちろん個人差があると思うので、気になる方はコンフォート設定で良きところを探してみてください。その後順調に進めていくと、今度はジップスキルが解禁。突進みたいなやつです。 A ボタンで足場もしくは敵に向かって急加速します。緊急回避にも便利。一番の用途はゲーム中の解説にもある通り、落下しそうな時の緊急上昇です。慣れないうちは死因のトップは落下死なので、このジップスキルはとっさに使えるよう慣れておきたいところ。
一方、敵に向かってチップすれば体当たり攻撃になります。私はあんまりやったことないのですが、上手い人はこれでガンガン戦いそう。余談ですが、このゲームに限らず特殊スキルとか全然使いこなせない人です。ちゃんと説明もチュートリアルもあったのに、デビルトリガーの存在を忘れてて、1回くらいしか使わずクリアした思い出。死ぬほど大変でした。チップが使える回数はスロースキルゲージの上に数字で出ています。これもワイヤーでぶら下がり中に徐々に回復します。つまり対空してる間は回復しないということ。なので程よくゴムゴムしましょう。その後、初めてのアイテム登場、フォーミングランチャーです。どこかの足場に現れるので、ワイヤーで撃つと取得できます。どこだろう。あったあった。着弾時の爆風の範囲はかなり広いので強いです。その代わり弾数少なめ。この通りあっという間に弾切れします。ボーナス武器ですね。そして1の5にたどり着くとボス戦です。弱そう。小さいですが、実際の VR 内ではちゃんと大きい敵です。 2D だとサイズ感が伝わらなくて残念。敵が装備している各武器が弱点箇所なので、そこを潰します。ミサイルはジップで避けていきましょう。で、オペレーターのお姉さんが言ってます。オペレーターというか、この立体起動装置を作った博士みたいな人です。各ステージの幕間に寸劇があり、ストーリーが展開されるので、そこでわかります。当然全部英語なので、私自身もあんまり把握しきれてません。とりあえず宇宙人だかなんだかが攻めてきたから、お前が戦えという話で、それがすれてっぽいです。リスニングに自信のある人以外は飛ばしていいと思います。内容的には B 級アメコミヒーローっぽくて面白そうなんですけど、字幕対応待ちですね。本作は前後ステージで、各ステージ最後にボス戦です。どのボスも弱点を叩かないと倒せないようになっています。触手が弱点だったり、外周を回るビットが弱点だったりと、どことなく往年のアーケードシューティングを思い起こさせます。ファンタジーゾーンといえば伝わる人には伝わる。というか、ゲームデザイン自体が VR ギャラガで、ウェーブシューターとも呼ばれる古式ゆかしいシューティングゲームですね。そこにスパイダーマン的アクションが加わることで、こんなにも面白くなるなんて正直驚きです。極端な話、これが VR じゃなくて普通のゲームだったとしても、そこそこ面白いんじゃないかと思えるくらい。本作は現在オキュラスリフトもしくはオキュラスクエストに対応、夏頃には Steam 版が出る予定のようです。ということで、今すぐプレイするならオキュラスに HMD が必要になりますが、見たところリバイブを使っても普通にプレイできそうです。実際今回の録画はアバター行事の都合上、リバイブを使って Steam VR 経由でプレイしています。とりあえず最初のステージは普通に遊べたので、多分大丈夫だと思います。一応自己責任でお願いします。クエストもしくはクエスト2持ってるなら即買い推奨です。個人的にこの作品はケーブルなしでプレイするのが一番楽しいと思います。スティックで方向転換も一応できますが、それより自分が回った方が100倍楽しいです。縦横無尽感が半端ないと言っている間にステージクリアです。自分頑張った。今回の動画でお見せするのはここまでになりますが、残りの4ステージも様々な要素が追加されていくので、時間を忘れてのめり込んでしまいます。アーケード型シューティングが好きな人には星5つでおすすめのタイトルでした。ということで、今回は最新 VR タイトルのスワームをご紹介しました。オキュラスストアのレビューを見てみると、発売から2日間で評価件数355件、星5つが 92% という圧倒的高評価です。
私自身もこういうゲームを待っていた感があります。 VR ゲームは酔いの問題があるので、ここまでアクティブに動くゲームはなかなかありませんでした。本作がどのように酔わない工夫をしたのかは分かりませんが、偉大な一歩だと個人的に思います。今後もこういった作品に期待ですね。以上、ご視聴ありがとうございました。